千恋は、朝倉良介による日本の漫画、月刊少年ガンガンにて、2016年1月号より、連載中。阿久津拓磨は幼い頃から、自身の怖い顔つきと威圧感のせいで周囲から、怖がられ、言われのない誹謗中傷にさらされていたため、人間恐怖症を患っていた。母と8年前に死別し一人暮らしをしながら、勉強に勤しんでいた拓磨だったが、ある時、 深海の主神オーディンから世界が滅亡の危機に瀕していると教えられ、それに対抗する政権の能力を持つ国姉妹の戦、乙女たちの恋人となり、悪魔たちと戦い世界を救ってほしいと頼まれる。母との約束で勉強して立派な人間になることを目標としていたタクシンは戦いにはあまり乗り気ではなかったが、共同生活をしていくうちに姉妹に少しずつ心を、 開いていく。そんな中、学校に潜入していた邪神派のガルムが召喚した悪魔に学園祭が襲撃され、単独行動していた隙を突かれたタクシンは重傷を追い拘束されてしまう。しかし、戦う覚悟を決めたタクシンの恋人としての能力が覚醒し始めたことで戦況が戦,が戦を止め側に傾き EX モードになった70の活躍により、 邪神派の策略の阻止に成功する。人間界での戦いが始まって3ヶ月が過ぎ、学園祭で AP が枯渇した70に変わる攻撃役として宣言を悪付けに同居し始める。戦いを見据えて戦いに積極的になった拓馬だったが、恋愛が理解できず、思うように能力を発動させられずにいた。一方、学園祭での作戦に失敗した邪神派では、 新たな戦力として、半身半人の戦女神スクルドとその恋人、レスクバが派遣され、宿り木の枝を奪うため戦を止めたちと激突。劣勢に陥る戦、乙女たちだったが、姉妹への恋心を自覚し精神的に成長した、タクシンの能力が完全に発動可能になる。巻き返されそうになったスクルドとレスクバは温存していた、切り札の歌で、融合、攻撃で、 双葉の城壁と四野の結界が破壊されてしまうが、病の悪化でレスクバが倒れたことで、結果的に撃退には成功する。しかし、その裏で、ウルトガルムによって、結界の消えたアクツケが襲われ、宿り木の枝は、邪神派の手に渡ってしまう。その際、妹をかばった三佐が致命傷を負うも、タクシンの能力で、無事蘇生する。 宿り木の枝を得た老期からの宣戦線復刻の対策で、戦恋の監督を行うため主審派から、自明にワトリが人間界へ派遣され、結界の維持に専念していた四野も、本格的に戦恋に参加する。一方、デスクバの病死により活動を休止していた、邪神派では、新たな恋人として六回の相方である神羅を選び、戦乙女の排除と、タクシンの抹殺のために再び動き始める。 だが、年が明けて間もなく、1月でありながら、摂氏40度を超える異常熱波が人間界を襲い、ほどなくして、世界中の暴走が始まりいが破壊されてゆく。恋の項は、テレビアニメ版の声優。人間界を滅ぼそうとする邪神派を迎え撃つ一味。世界滅亡への対処法として、知恵を絞って、世界中崩壊問題を解決し、 強い者も,も弱い者も,も仲良くみんなで生き残ろうとしている。戦乙女人間界に降臨した半神半人。ここでは旧姉妹とそのペットについて記載。深海戦乙女の故郷である深海で活動する者たち。戦乙女及び主神派を敵とし、世界を滅ぼそうとしている人味。ラグナロクに備えて人間の魂を集め軍事転用しようと考えている。 世界滅亡への対処法として大多数を殺害、魂を回収し、手に入れた莫大なエーテルを使って強固なシェルターを作り、そのシェルター内で極少数の強気者だけで生き残ろうとしている。数では主審派に劣るが己の力を鍛え上げた一気当選の猛者ばかりが組みしているので、戦力としては上、邪神派が 人類大量虐殺により魂を独占するために運用するエーテル兵器。悪魔生みの能力者は例外だが、召喚席のスペック上、人間界では1日1回の悪魔召喚が限度。2019年10月から12月まで ATX 他にて放送された。各話でオーディオコメンタリーを副音声で放送。配信版でもイチャイチャ副音声バージョンが視聴可能。 出店、ありがとうございます。